日本代表ブライトのようなビルドアップできると思いますかうん、まあ、頑張ればできるけど、やんない方がいいですね。そうまあ、同じ人間がやってるからね、日本人下手じゃないし、できるとは思いますけど。それより守備の決め事少ない、あの、いや、ほんと日本代表に関しては、いや、本当ね、あの、だから、この、今のバルセロナもそうだし、あとどこだろう。まあ、バイルンとかもね、トゥヘルー来てそうだけど、やっぱあの、守備しっかりしてるんすよ。あの、前プレが今誰行くみたいになってないんだよね。ドルトムントちょいちょいなるしょ。この間試合なってたよね。そう、なんか気持ちプレスみたいな。 そう、だから、あの、間思いっきり人空いてるけどみたいなプレスの書き方しちゃうじゃん。アーセナルは録音が出てる時はそうなってたけど、基本なんないのはやっぱり、ね、あの、ちゃんとしてるってことだわ。その、ふわふわプレスみたいなの直すだけで戦力整ってるチームはだいぶ強くなるんだよそう。で、あの、ふわふわプレスにはなっちゃう。あの、選手同士だとやっぱりね、ここ俺言っていいのかなとか、終わった後にも生活は続くし、その子と顔を合わせるから言いにくいとかあるからね。 それを言いにくいチームじゃなくするマネジメントっていうのは重要になるし、で、それを言えってだけじゃなくて、何を言わなきゃいけないのかっていうの、これはマネジメントじゃなくて戦術だから、だからこう戦術をちゃんと作ることがマネジメントになるし、マネジメントしっかりやることが戦術の浸透に効果がありますからね。だから選手同士、長っ方は戦術なんてやれないから。 そう、だからね、やっぱり、ビルドアップとか、この配信とかでも、喋れるから喋るけど、実際はね、もう優先順位としては、うん、後の方で全然選手たちの質があったら、前プレをちゃんとするだけで強くなりますよね。だから日本代表はそこが、ないまんまね。まあでも、やんないならやんないでも、541でガッツリ引いた方がいいですけどね。やんない、やれないっていうか。ネビスはチャビというよりラポルタが欲しいでし。その辺ちゃんとした方がいいよね。なんか、ちゃんとした方がいいなっていう、なんなんだろうね。でも、これはさ、もう、 僕らにも責任ありますよね。だってさ、チェルシーとか、バルサとか、あと今だとどこ、やってんな、みたいなクラブ、あんじゃん。まあ、ドルトムントとかも結構僕の中で監督選びそうなんですけど、やってんな、みたいなクラブもさ、なんか誰か取ったとか誰か出てくるで、なんかこう話題にしちゃうじゃん。日本代表もそうだけど。これもう俺らがずっと甘やかしてんのと一緒だね。いやもう、ちゃんとやるまで見ないわって言ってんだ、あれなのに。え、取るのみたいな。 <laughs> いいもうこんなサッカーやったら見ない見ない。え、取るのみたいな。<laughs> 俺らがもう食いついちゃうから。俺らが悪いな、これな。ドイツとやるのってね <laughs> いやいや。もうあんなもう再現性もなんかもういっつも同じことで、結局4年後までガチャでしょ、ドイツみたいな。<laughs> 俺らのせい,ないや、でもサッカーってこれ不思議なもんで、もうグズグズでも、なんかあの5、4位使ったりとか引いて守ってたら、こじ開けらんないから、あの選手たちのね、能力があったら。だって めちゃくちゃ能力差ある当時の日本代表とインドとかでも点取れなくてジーコージャパンすげえ苦しむみ,みたいなのありましたからね。だからそうじゃなくてあの、だからこれねもうルールが違うからこの一発いくね。あの、ジャイアントキングしたらいいって思ってる人たち VS 競合国になってほしい人たちで、競合国になってほしい人たちよりもワールドカップの期間はこっちが増えるから。ね、で、こっちがうドイツに勝ったじゃんすごいじゃんつって、いやいや、それじゃずっと今回ワンチャン行っただけなんだけどな、みたいな。 で、これがいなくなって、いや、なんだよ、これ、っていう人たちが残って、で、またその時期にこっち来て、みたいな。で、この二つがなんで交わらないかっていうと、ゴールが違うからっていう。で、僕はこの競合国になれると思って、ちょうどね、こういう本も書いてますんで、6月2日発売します。よろしくお願いします。なんとかね、終わりどころは見つけましたね。落ちてはいないけど、ぜひともね、ヨーダクトボルが書いた悠久学の本。ぜひともよろしくお願いします。こちら、はい。6冊売りからね、販売しておりますのでアマゾンで。 ピッセル吉田前也いいんじゃないですかうん。古橋ブライトンいったら、本当は三戸のまのポジションでね、斜め入らしたいけど、まあ、セカンドトップとかいいと思いますね。でもあれ、なんだっけ、ペドロ・ネベスみたいな、なんだっけ、なんか、どこにでもいそうな名前の選手いるじゃん。が入るんだよね。え、最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。どうぞどうでしたババイバイ